ムコの県と2001年から2005年の県境ムコの県は、ウガンダ南部、ブガンダ東部の県。カンパラの東に位置し早くからブガンダに支配された、キャグウエと呼ばれる地域で、1979年にキャグウエ県からムコの県に改名された。2000年には、北部がカユンガ県に分割された。北西部にセジブワ川、北東にシロナイル川が流れ、南は、 ビクトリア湖北部である。面積は11764、京平方メートルで、北部に、泣きフマ軍、西部に、コの軍、東部に、ブイクウエ軍、南東に、ブブマ諸島の4軍が置かれ、ムコの、ジェル、ルガジ、ナゴジの 4TC を含め、泣きフマ26、ムコの27、ブイクウェ21、ブブマ24の計28の副軍、145の、京区が置かれている。 2002年の国勢調査人口は79万5393人。2007年度の外産人口は80万7923人。知事に相当する第5地域議会議長はフランシスルコウヤムコウメ、ジェルノナイル対岸に神社があり、カンパラから神社へ東西に幹線道が走る。西にカンパラ県、ワキソ県、北西にルーエロ県。 南西に、両水で、カランガラ県、東にブソガの神社県、南東に、両水で、眉毛県、南に、タンザニアのマラ州と接する。ありがとうございます。